こんにちは。5月1日に東京浅草公会堂でラストコンサートを行い、歌手活動から引退した橋幸夫さん、同時にオーディションを行い橋幸夫の名前と歌を継承する2代目橋幸夫を4人選びました。グループ名は YH2。 7月初めには都内で書画個展も開かれたそうです。今回は新しい継承グループ YH2 について伝えるとともに、書画個展の開催に際し行われたインタビューの模様をお伝えし、現在の橋幸夫さんについてまとめていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。声帯の衰えを理由に80歳の誕生日で63年の歌手活動から引退した橋幸夫さん、5月1日には東京都台東区の浅草公会堂でラストコンサートが行われ、ファンたちの前で最後の歌唱を披露しました。昭和35年のデビュー曲いたこかさや子連れ狼など往年のヒット曲をキレのある朗々とした声で歌う橋幸夫さん、最後の一曲は俳優の吉永小百合さんとデュエットして大ヒットしたいつでも夢を歌い終えると素晴らしい声援、一生忘れません、ありがとうございましたと語り、手を振って舞台を後にしました。開演前行われた囲み取材では、橋幸夫さんと共に4人の男性たちが現れました。その4人とは2代目橋幸夫として今後活動するという面々、2代目の4人はユニットで活動していくとのこと。グループ名は2代目橋幸夫を略し YH2 に決定。お揃いのジャケットには YH2 のワッペンをつけていました。橋さんが一番若いのにしっかりしていると目を細める。川岸明富さんと徳岡純平さんはとりあえず学校を休学、進浩平さんは勤め先を退職する方向で、現役歌手の小牧優太さんも含め4人は橋さんの所属事務所夢グループに入社すると明かしました。夢グループ石田重弘社長によると、4人はこの先3ヶ月歌やダンスのレッスンを受け、夢グループの催事で全国に出張し売り子などの経験を積ませるそうです。歌手引退後、歌唱指導を手伝う橋さんは、ダメならすぐキャンセルしますからと首をちらつかせ葉っぱをかけました。川岸さんは青、徳岡さんは黄、進さんは赤、小牧さんは紫のポケットチーフを胸ポケットに入れていましたが、メンバーカラーかと思いきや石田社長曰くそうではないとか、芸名は決まっているがまだオフレコ、夏の新曲発表の時にお披露目する予定と話していました。4人は橋さんの名前に負けないように頑張ると異口同音に語りました。それから2ヶ月余り、現在の橋幸夫さんはどのような日々を送っているのでしょうか。ここからは都内で行われたという橋さんの書画個展についてお伝えしていきます。東京有楽町丸井で開かれた書画個展のタイトルは第1回橋幸夫書画個展。これからも続けていきたいという心構えが名前に表れていますね。テーマは空、小10点、絵画20点のほかにコースターを販売するそうです。5月に歌手生活を終えたばかりで、現在は妻とと共に静岡熱海市で暮らす橋さんは、5月3日が誕生日で80歳を迎えました。そのちょっと前の1日にラストコンサートがありました。その時が芸能界からおさらばする日で、芸界から身を引いたと振り返りました。今後は文化人として活動をしていくと言います。昨年4月から京都芸術大学の通信教育課程美術科書画コースに通い、書と絵を本格的に描き始め、一点一点心を込めて描き上げた作品、今回は空をテーマに海や富士山、鳥などを描いた日本画や書を30点ほど展示しました。
初めての作品展、大したものはないかもしれませんが、とにかく職業を変えた最初のスタートです。ぜひ応援をお願いしますと呼びかけます。芸能界を引退するにあたってこの道があると思いました。少年の頃から図画が好きで、この道に進むなら勉強しなくちゃいけないと思った。日本画の先生に指示しています。書の方はもともとお世話になっている先生がいてご指導を仰いでいますと話しました。リモートであまり学校に通えてないんですが、私が入って生徒さんが増えたと言われましたと笑いました。描く絵は富士山だけで5、6枚。先生に富士山を描こうと言われました。富士山は日本一で、日本を愛するならということですね。今熱海に住んでいるんで、振り向けば富士山があります。絵画は売らないんですが、販売するためのコースターの絵、花を何百枚と描いています。夢グループの石田茂弘社長は去年から個展を開こうという話があった。4ヶ月前に家に伺ったらたくさんの絵があった。昨年引退に向けて日本中を回っている時に、ファンの方のために絵を描いたらいいんじゃないかと考えつきましたと説明しました。引退してからの生活について、橋さんは食事はしてます、死なないようにと笑いました。歌手時代は常に喉や体調を気にする生活で、咳をするだけでも一大事。63年は長い。休みでも喉のことに気を使った。歌の道を離れるとその心配がなくなりました。多少咳込んでももう歌はないんだと思っていると気が楽とにっこり。一方で書画への意識を高めるために、描けるだけ描いていくと宣言していました。夫婦での時間も増え、地方公演に行くこともなくなり、テレビに出るわけではない、ほとんど二人と夫婦二人きりの生活になりました。体力を維持するためにも遠出を計画しているそうです。ゆっくり遊びに行きたいねと話してはいるんですが、今のところは行っていません。わら、希望としてはたまには息抜きをしたいとイメージしました。また個展の初日である7月5日は橋さんの歌手デビュー日でもあります。7月5日は一生忘れない数字。今度は社長の方から7月5日に個展やろうよとなった。やっぱりそういうことは大事なんだなと周りからもそう思ってくれている。今度は職業を変えたスタートの日で一生忘れない、とても楽しみと笑顔を見せました。80歳を超えても衰えないバイタリティ、その秘訣について聞かれると自分でも信じられないんですよと苦笑い。まずは健康じゃなきゃ仕事はできない。芸能界を63年も続けるということは、結局体力があったから感情したら80歳になっちゃってびっくりしたと笑います。仕事への意欲もあり、体力が危ないなと思ったこともあったけど大丈夫です。年取ったら必ず体操しましょう。体力が落ちるのは筋力がなくなってから。筋力がなくなると血流が悪くなる。あるドクターから鍛えることを忘れないでくださいと言われた。それを実践しているから筋力はある、それが健康の源と明かしました。それでも年というのは正直記憶力が悪くなる人いるじゃないですか。私はないだろうなと思っていたら、この頃あの人の名前なんだっけと家内に聞いて怒られることがすごく多くなりましたと告白。記憶が消えて薄くなるのは年齢で絶対に出てくるのは実感していますと前置きすると、今日の皆さんがどこの方なのかは覚えておりません、失礼ながら、わら、でも頑張りますと軽妙に語り笑わせていました。東京での橋さんの書画個展は終了しましたが、今後は京都でも
開催される予定とのことです。楽しみですね。気になっている方はぜひチェックしてみてください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。